はい、よろしくお願いします。今回は中学校1年生の教科書6章テスト対策やっていきます。で、今回ね、問題2もありますので、まずここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば、今からね、自分が両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず1番は、一辺の長さが3センチの立方体があります。立方体なんで、まあ、サイコロの形をイメージしてください。で、この3と立方体を、平面 DEG、こう中の三角形ね、ここで切り取りますと。まあ、切ってできる三角錐の体積を求めなさいという問題です。つまり、サイコロをこの斜め、スパンって切った時に、まあ、右下にこう、三角錐ができるので、そこの体積を求めたい。で、これはですね、慣れてしまえば、これすぐ終わるんですよ、計算。すぐ終わるんですけど、あのね、今まで体積をこういっぱい求めてくる、特に中学生のうちに習う体積っていうのは、例えば、全部実践でごめんね。あ、点線書かないけど。四角錐って言われたら、まあ、下に四角があるじゃないですか。四角形があって、そのね、四角のど真ん中あたりに、こう屋根ができて、まあ、こんな感じの、四角錐って出てくるんですよ。大体その底面のど真ん中に屋根が来るっていう、一番綺麗な形で出てくることがすごく多いのね。でも、実際はこうやってちょっと曲がってるようなものも体積を求めることができます。で、どう出すかっていうと、じゃあ、新しい公式が必要かって言ったら、そんなことはなくって、今回ごめんね、ちょっとね、板書量が多いんで、計算スペースがね、あんまないんですけど、ほにゃらら錐、ね。っていう体積は同じです。結局使うのは、ちょっと待ってね。底面積かける高さ、省略するね。かける錐なんで3分の1が必要ですっていう。同じ使うものは。で、ポイントなのは底面積と高さをどこにしますかっていう。そこだけ気をつければ大丈夫。いいかな？で、今回求めるこのね、右下の部分、ちょっと薄く塗るか。まあ、この中、このね、ちょっと塗ると逆に分かりにくいかな。まあ、ここにあるんですけど、この部分は、まあ、どこを底面積って、ここじゃなきゃダメってことは特にないです。何パターンかあるんですけど、まあ、自分だったら、下の、ここですね、三角形 HGE か。ちょっと実線で塗っちゃおうかね。ここ下の部分を底面積にしてしまいます。で、ここをすると楽な方法、まあ、横とかでも全然構わないんですけど、ここの三角形って、この状態で見ると斜めに見えますけど、もともと下四角形じゃないですか。こう、下の部分、底面って四角形でしょ。それを、こう斜めで切ってる状態なので、ここ90度ですよね。つまりここですね。ここ90度なんですよ。で、一辺が3センチって言ってくれてるから、ここも3だし、ここも3なの。つまり、三角形求めるときに、底辺かける高さが 3×3 ってすぐ使えるのね。つまり、その部分を、底面積にしてしまえば、先やっちゃおうか。底面積は、3×3× で、三角形だから忘れずに2分の1ね。これが底面積。で、もう一個のポイントは高さです。で、ここでよく覚えておいてほしいのが、ちょっとね、曲がった体積をこれから求めるときとかでも、底面積と高さがちゃんと、垂直の関係になってる。つまり今底面積が下にありますと。で、高さが90度、まあ、垂直にね、なってる部分、柱の部分にちゃんとなってればどこ使っても大丈夫です。ど真ん中になくても。いつもはど真ん中に大体あるんだけどね。じゃあどこかって言ったら、上の部分はここに、まあ、頂点がありますよね。そっから真下に90度、ここ。当然なってます。下の部分とこれ柱だから。だから、今 DH のこの部分を高さとして使うことができます。いい？で、DH いくつって、一辺の長さ3センチって言われてるから、これ3センチだよね。全部3センチだから。立方体の辺はね。だから、高さは3ですよって。で、ほにゃらら錐だから今。かける3分の1を忘れずにして、で、あとはこれ計算するだけです。で、まあ、3約分できるからね。2分の9でいいかな？ん？ 2 分の 9？ 2分の9でいいか。あってね、まず、2分の1で、
高さかけて、そうだね。これで OK です。で、体積だから立方センチメートル、単位が必要だったらつけておきましょう。といった感じです。いいかな？まあ、少し曲がってますけど、底面積の部分、そして高さの部分をしっかり、ね、まあ、見つけることができれば、こうやって求められますので、こんな感じでやってみてください。では、2番ですね。で、2番は問題文が長いからね、ちょっとややこしく見えるんですけど、これ落ち着いて解いていけばそこまで難しくないので、まあ、ぜひね、聞いてみてください。で、まず、A、こっちね。これが、底面の半径が4です。ちょっと書き込もうか。ここね。ちっちゃくてごめん。4。で、深さが6です。6じゃないよ。9だね。9。ごめんごめん。で、これは円錐ですね。で、B は底面の半径が2って分かってます。ここが2。で、深さが分かってないんですけど、結局、容器 B の深さを求めたいので、まあ、求めたいものを X って置いておきましょう。ここは X ね。で、今何をやってるかっていうと、満水にした容器 A、つまりこの中に水をいっぱいに入れましたと。それを容器 B にドボドボドボって注ぎます。いっぱいにした水をこっちに入れる。B にね。そしたら、容器 B の深さの5分の3まで水が入ったと。つまり5個に分けたうちの3個分なんで、まあ、この辺まで、かな。ここまで水が入りましたよと。入れたらね、こうやって。で、その時に、じゃあ容器 B の深さを求めなさいという問題です。で、やり方は、ま、何パターンかあるかもしれないんですけど、ひとまず、こっち。A は X とか何も使ってないので、すぐ求められますよね。で、まあ、今、水の量やってますけど、結局は体積の求め方で容積出すことができるので、まあ、普通に求めていきます。つまり、さっきと同じ。ほにゃらら水だから、底面積かける高さかける3分の1です。で、行きましょう。まず A ね。底面積は円です。で、円の面積は半径かける半径かける π。つまり、4かける4かける π なんで、ちょっと暗算しちゃうよ。16π ね。これ底面積。かける、高さ9ですね。9。で、円錐だから忘れずに3分の1をつけてください。で、これ計算すると 48π になります。つまり、A に入ってた水の量は 48π だと。で、それを注ぎました。そしたらここまで行きましたっていう問題。で、こっから B をどう使うかっていうと、まず、求めたいのが容器 B 全体の深さなので、全体出しちゃいましょうと。B 全体ね。じゃあ B ちょっと一回出しちゃいましょうか。で、これも、今度は円柱なので、底面積かける高さで行きます。水がついてないから3分の1取ってね。底面積かける高さで、ほにゃらら中は求められるから、まず、底面積、半径2の円なので、半径かける半径かける π。つまり、2かける2かける π なんで、4π だと。で、高さ x だから、まあ、4π かける x ってこのようにしときましょう。これが全体です。B の。でも、今、5分の3までしか入らなかったので、全体の5分の3がいくつって出したかったら、これに5分の3かければいいの。単純に。これが全体だからね。これが全体なんで、全体の5分の3かけちゃえばいい。まあ、一応計算しちゃうと、4と5分の3かけると、5分の12だね。まあ、一応こう書いておこうかな。つなげずにね。で、こうなります。で、今これ何が出たかっていうと、この5分の 12π かける x っていうのは、この青のとこです。全体の5分の3だからね。で、今、A の水を入れたら、ここの青と一緒になりますよね。入れたら、ここになったって言ってるから。つまり、A の、この、容積、まあね、水の量ね。こいつと、今求めたこいつは、同じになるはずなの。入れて同じだから、絶対に。つまり、同じになるって言ってるんだから、イコールで繋げちゃいなよ、ということなので、まあ、X がくっついてるから、こっち先に書こうか。かける x イコール 48π ですよって。で、右辺と左辺、両方とも π があったら邪魔なんで先に π 切りしちゃいましょう。切っちゃってください。で、あとは5分の12が邪魔です。つまり、12分の5を両辺にかければいいので、これ消すためにね、こうやって12分の5をかければバッサリ消えるから、こうやって。
で、こっちも同じように12分の5をかけると、これ1分の48なので、12と48、まあ頑張って約分して、これ4と1になります。まあ12で約分で気づければ一発で終わるし、で、気づかなかったら2とか3とか細かく刻んでください。で、左辺は x しか残ってません。つまり x イコール 4×5。だから、20。つまり、元々の B の深さは20センチでしたよと。これで終了となります。まあ、やってる計算量ちょっと多いんでね、数学苦手な方なんかは難しく感じるかもしれないんですけど、これね、もともと確か学校のワークかなんかかな、を使って、それをちょっと改造した問題なんですけど、なので結構定期テストとかにも出やすいタイプのね、問題なので、ぜひね、復習して自分の力で解けるようになってもらえたらと思います。では、今回はね、この2問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。